第一次世界大戦、それは協商陣営と中央同盟国陣営による熾烈な争い。ドイツはフランスとロシアに挟まれながらもロシア相手に勝利を収め、フランス相手にもベルギーを使い攻め込んでいた。しかし塹壕戦の始まりにより戦線は膠着、無敵のドイツもさすがにお手上げ状態となった。そんな時、あるドイツ兵が欧州の地図を見て思った。これスペイン味方にしたら勝てるんじゃね。ってことでやっていきましょう、スペインプレイを。皆さん初めましての方は初めまして、そうでない方はお久しぶりですね。マグロさんですよ。随分雑な入り方だな。と霊夢さんです。いつものことじゃないですか。とフランです。さて今回やっていくのは我らが情熱の国スペインです。我らがって別に私スペインに行ったことも興味もないぞ。なぜまたスペインを。皆さん欧州の地図を見て思ったことはありませんか。第一次世界大戦も第二次世界大戦もフランスはドイツに全力防衛。これスペインがドイツ側で参戦したら楽に勝てそうじゃね。と大抵のホイロンプレイヤーは初めてドイツ操作した時必ず思うことだな。スペインが参戦してくれれば地中海の入り口であるジブラルタルも取ってくれるからね。そして今回の舞台は第一次世界大戦、強制塹壕戦使用の泥沼戦争世界です。第一次世界大戦のフランスはドイツに全力防衛していたので背後が隙だらけだったんですね。はい、つまりフランスを倒しアフリカ植民地とフランス本土を半分以上ほぼ無傷で取れるチャンスなんですよ。うわ汚いやり方ですね。ってことは今回の目的はフランス降伏ってところか。そんなところです。しかしいくらドイツに続婚中とはいえ相手はフランス、風緑などなんだの言われてますが一応列強の一国、国力の差はかなりあります。なので一筋縄ではいかないことは明白ですので全力で頑張ってスペインの国力を上げフランスをやりに行きますよ。ってな感じで今回も張り切ってやっていきましょう。時は流れて二重帝国とセルビアが開戦しました。めっちゃ流れたなおい。要するに第一次世界大戦が始まったってことですね。さすがに第一次世界大戦世界開戦までなんも面白いこと起きないんですよ。スペインも汎用 NF だからイベントも戦争もなく暇な世界でした。そのままずっと平和が続けばよかったのに。とりあえず二重帝国とドイツは同盟組んでて、フランスとロシアも同盟組んでるので今のところ完全に史実通りの世界です。そしてマグロさんがこのクソつまらない世界をカオスにしていきます。そんで早速フランス行くの。ポルトガル行きます。え、なぜポルトガル。前々から思ってたんですけどポルトガルってなんか邪魔じゃないですか。もうちょいマシな理由ないんか。まあ本音を言うと今フランス行っても完全にドイツと膠着状態ってわけじゃないんで、フランス軍がすぐ来る可能性があるのと、工場がマジで少ないんで少しでも増やしておきたいからですね。ついでに武器も手に入りますし。そういえばポルトガルってイギリスと仲いいですし、確か第一次世界大戦で協商側で戦ってましたね。心優しいマグロさんは中立国に攻撃すると心を痛めてしまいますが、それなら問題ないですね。あの辺が心優しいのか説明を。やっぱりあの辺ですね。あの辺ってどの辺だよ。具体的にはその辺です。いくら強制塹壕世界とハイエポルトガルごときに負けるスペインではありませんよと。スペインの圧勝で終わったんで全領土と海軍を奪いました。かわいそうにこれから流行るスペイン風邪とかいう頭おかしいウイルスの名前の国に併合されるなんて。スペインに対する風評被害やめてください。さてお次はフランスです。背中がガラ空きなバカな国に本物の戦争ってやつを見せてあげましょう。NF おすすめ憧れの中央同盟国に参加できたので早速参戦しましょう。いや別に憧れてないんだけど。とりあえず第一目標のスペインの悲願であるジブラルタルを奪還しましょう。幸いなことにこんな超重要拠点に紅茶どもがいないので無傷で取り戻せそうです。アフリカもモロッコくらいは取っておきましょう。さて一番重要なフランス本土は案の定スカスカですね。敵兵の手の字もないのでスラスラ進めちゃいますよ。あの敵兵の手の字出てきましたよ。この程度でスペインは止まりませんよ。さてここで一つ問題です。このままスラスラ行けばイタリア国境まで簡単に行けちゃうが、その場合間抜けなフランスと違ってガチめに取り返そうとイタリア軍が来る可能性があります。どうしましょう。え、もしかしてビビってるんですか。イタリアが南部の門じゃ突進め。やっぱこの人バカですよバカ。さて最前線 IC を占拠。さすがにそろそろ来る頃だと思っていたんですが全く来ませんね。フランス軍ドイツが頑張ってるおかげでドイツ国境から離れられないんじゃねえの。それじゃマグロさんは聖地オルレアンに観光に行きますか。そのまま町ごと燃やしてやろうか。オルレアンは燃えているか。さてアフリカ戦線、なぜか一部の領土がドイツ領になってますが今のところ問題なく勝てているようです。これで戦後のフランスのアフリカ植民地はスペインのもので決まりだな。不毛な土地しかないけどな。さて、フランス軍が相変わらず一切来ないままドーバー海峡まで到達してしまいました。本当は国守る気ねえだろこいつら。え？そんなことあるんですか。さすがに予想外すぎてマグロさんもこれ動画化していいのかなと悩んでます。あ、イタリアはしっかり来てる。イタリア以下だな。フランスはこのままパリを占拠して西部戦線を挟み撃ちにし終わらせましょう。問題はイギリスだな。ポルトガルから受け継いだ海軍を使えばほんの一瞬だけドーバー海峡の制海権を取れる可能性はあるし、上陸作戦やってみますか。あれ、でも確か第一次世界大戦世界だとフランスが降伏したら降伏。バリトレイのコンピエーニャが落ちました。これで残る派西部戦線のみです。海戦から約1ヶ月でフランスのほぼ全土を蹂躙してやがる。スペインの強さが世界に知られてしまいましたね。いやースペインが強いとは言えないのでは。さてそろそろイタリア戦線にも本腰入れて進行するとしますか。あ、フランスが降伏しましたね。やったね。スペインの今回の目標、フランス打倒が完了しました。あんまやりきった感はありませんがおめでとうございます。さてスペインの進撃はまだ止まらない。まずはイタリアを片付け、次にイギリスだ。我々スペインの誇る無敵艦隊を向かわせ決着をつけてやろう。ベルリン条約が締結されたんで戦争が終わりました。なんてどう
してどうしても何も第一次世界大戦世界だと中央同盟国陣営がフランスに勝つとドイツが講和を結ぶか結ばないかを決め基本的に結ぶことになるんでこうなることは初めから分かってたでしょ。え、もしかして分かってなかったの？え、何度もこの場面に遭遇してるのに。え、ホイ4000時間以上プレイしてるだのほざいてたくせにダメ、それ以上言ったら死んじゃう。で、講和結果が決まり最終的にこんな感じになりました。後ろから奇襲した程度しかしてないスペインはジブラルタルしかもらえませんでしたとさ。モロッコはドイツの傀儡国家になってるし何のために参戦したんだかわからない戦争でしたね。別に今回の本当の目標はあくまでスペインが参戦したらどうなるのかっていう検証で領土獲得は目的じゃないし問題ないですよ。まあポルトガルは併合できたし良かったってことにしとくか。さてそれでは視聴者の皆様、本日の動画はこれまで。今回もご視聴していただきありがとうございました。もしこの動画を面白いと思ってくれた方は高評価チャンネル登録、それとツイッターフォローお願いします。もうツイッターじゃなくて X って言うべきでは。まだいいだろ。また次回も見てくださいね。バイバイ。